そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。まあそういうことでね、もう今年も本当に暑かったですよね。昨日一昨日昨日今日ぐらいからだいぶね少しはマシになってきたんですけども、本当に今年暑かった。もう去年も暑かったんですけど、今年ね、そうやけど僕これ買ってみたんですよ。これ知ってるでしょ。ここがスイッチで、あの充電式でこうやって、ほらめっちゃ涼しいんだよね。あのこれもっとよく言うと、こうミストとかね、このシュッシュッと霧吹きでこう水なんかかけると、あるいはあのウェットティッシュでもちょっと拭くだけでめちゃくちゃ涼しく感じますよ。そしてこのスイッチが分かるかな、今2段階目で3段目、ほら分かる、ちょっと音聞こえる、めっちゃ強いの、ほらあっと、これね、こっちも効くんだよ。このよく年取るとこの後ろの方に汗かいてる人多いでしょ。これがまた涼しくてね、これいいよ。これこれ今年いろいろあの買ったけど、これ一番気に入ってますよね。あのちょうど今日があの22日ですけど、今ケツね、うるさいかもしれないね。あのちょうど今時刻が今2時55分、今甲子園では決勝戦やってますもんね、星稜対美少女。今のところ5回の表3対1で大阪美少女が勝っております。どうなるんでしょうか。多分応援する方も大変だと思うけど、これ持ってたよね。これみんなおすすめ。これアマゾンで2000前後で買えるんだよね。これいいよ。あの本当にほら、なんていうの、結構もう暑くて死んじゃう人もいるぐらいじゃないですか。こういうのやっぱりね、あの買った方がいいよ。もう2000ぐらいだったら買ってね、あの本当に健康第一なんで、ぜひあの野球だけじゃなくね、あの今年はほらゴルフもこの間話題になったでしょ。でいろんなこう観戦にはですね、こういったものを用意してあの行ったらいいんじゃないかな。まあ音楽ネタで言うと、まあ、フェスね、フェスなんかもこういうの持ってた方がいいかもしれない。まあ邪魔か邪魔っちゃ邪魔だけど、まあ一つよろしくお願いします。これは本当にいい商品だと思いますね。よろしくお願いします。さあ私が紹介するのはこちらですよね。高峰です。 DMP50S、 めちゃくちゃ新しいやつ程度。これ去年一昨年ぐらいの商品ですね。あのお客様買ってほとんど引いてないそうです。ほらまず全体的にカメラのアップで寄ってください。ボディートップからは舐めるように、もうほぼほぼあの新品だと思ってもいいくらい、もうほぼほぼ、ま、新品とか、ま、あの新品の楽器屋さんであの展示品的なね、もうほんとそうなんですよ。もう全然問題ないんですよ。ほらあのヘッドとか、ほらあとペグね、金属のほら綺麗でしょう。ネックもまっすぐ、フレットもほぼほぼ減ってません。このピックガードのもうほとんど傷がないんですね。引いてないみたい。こちらの DMP50S50S っていうんですけども、この S はあの島村楽器さんの S なんですね。これ島村楽器さんとのコラボ商品だそうです。あのこのプリアンプが、この本来カタログモデルですとこれ2系統のコントロールできるらしいんですね。ここのメインのとことで、あの島村楽器さんの方はこっちにももう一つつけて、2系統ちゃんと最初からついてますよと。ピックアップが2つついているというやつですね。でミックスしていろいろやれるという。ちょっとまず生のちょっと気になるサイズをね、弦高とか6弦12フレット上で約ですけど、低いはこれも 2.6 ぐらいかな。さあナット幅、ナット幅が最近目がすごく悪くてよく見えないんですが 43.5、グリップはね、軽い浅めの三角、なんか軽く浅めの三角ね。指で弾きます。カムさんちょっと、使ってみますね。
か。普通です。全部センターで指で弾きますね。リバーブとかいつか変わってないですか。イコライザーとかで結構変えることができますよね。で、今ピックアップ A の方だけ、このピックアップこっちだけ、反対側だいぶ違うよね。で、これをうまくミックスすることでいろんなこうサウンドができるところですよね。今半々ぐらいにしてます。で、ちょっとリバーブかけちゃうとこんな感じ。コーラスかけるとこんな感じ。全部切りますね。結構自分でこう音作り楽しめるわね、これね。いろんなことできます。で、これご存知の方多いと思うんですけども、このプリアンプね、結構電気使うやつで、カメラわかる？この見れる、ここ、じゃあ外してみるね。ほら、電池 9V が、近くの電池2本使うやつなんですよ。これがまた強烈だわね。だから若干重く感じるわね、ここはね。ちなみに今分かりました、この電池。これ電池のね、メーカーも間違うと抜けづらくなったりしますので、説明書をよく見た方がいいですよ。アメリカ製のやつとかつけない方がいいよね。国産のギターのサイズが違うんですよ。で、逆に言うと USA のオベーションとか USA のテイラーとかね、電池ボックスがあるやつはアメリカ製のギターもほぼほぼ日本の電池がね、でかすぎてもう抜けなくなったりするんで、プロセルとかちょっといいやつ使った方がいいかな。まあ、生音も話戻りますけど、生音はそれなりにこうなりますよね。結構動画集まるしね、まあ、買った上がついてる割には結構鳴るとかな。さあ、純正のハードケースが、これがまたね、立派でございます。純正のロゴが入ってるやつ見て、襟がまたね、全部処理とかショルダーのこの肩掛け紐ついております。さあ、こちらお値段です。これでも定価で結構するんだよね。なんせシバンもエボニーですからね。これシバン、これも島村モデルの特徴ですよね、確か。さあ、お値段ですけども、この島村楽器さんとのコラボ品DMP50S、 お値段が、純正ハードケースもついて、本当に状態も新品同様のこのギターが、なんと税別で99,800円です。よろしくお願いします。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。